林守しは、江戸時代初期の土佐藩上司。通称は六太夫。大馬回り役、林家の第二代当主。無双時期伝令神竜、第九代宗家。土佐藩礼節しなに役、居合道の達人。剣術家。無双時期伝令神竜偉いを土佐に最初に伝えた人物として知られる。土佐藩士五料理人等、林正義の嫡男として、高知城下に生まれる。 母は、沢村明庵の妹。武士のたしなみとして、はじめ新影流の剣術の師である、大森六郎左衛門に、大森流の居合を習い、後江戸に出て、荒井勢、明清,清信の後を継いだ荒井勢理に、無双直伝営心流居合を学んだ。これにより、大森流居合と長谷川流居合を、平伝した、無双直伝営新流が、土佐藩に伝承されることとなった。 林守清は、居合のほかに、和も良くし、朝日名課長から、小栗流和術の免許を授かる。この柔実の総伝としては、下記の通り。小栗に右衛門正信、朝日名丹座右衛門の課長。マイナス。林六太勇主政。一六百七十五年七月二十二日、土佐藩主、山内豊正の時代、暴風。正義の後、目高八十国を相違なく下し置かれ。 父の代の時と同様に、ご料理法を仰せつけられる。1686年7月、お弓法古日の御用につきお尋ねがあり、仰せでの詳細を書きつけて差し上げたところ、山内と余政の御官越あり、ご奉仕と白銀五枚を賜う。さらに、1698年2月2日、治療二十国を加増され、都合百国となる。1七百三年十月十四日、 土佐藩主、山内と与夫サの時代、従来より自力で、古実礼説を学び、ことごとく伝授していることに対し基におぼしめしされ、赤年の功を称せられ、治行五十国を数用され、都合百五十国となる。さらに、藩主、山内と与夫サの婚礼の際には、五期、式一貫御用を、相務めたことにより、御意にかない白銀十枚をつ使わされた。 これは1660年父、林正義が、山内忠豊の御意によってご婚礼御用を受けたまわり、江戸表で、伊勢流霊法の伊勢兵庫の弟子となり得,得したものを、嫡男の林守生が伝授した成果によるものである。1707年1月25日、土佐藩主、山内と与隆の時代、ご料理人頭取を除かれ、大井ご小薬を仰せつけられ、 さらに古日霊説法を仰せつけられ、小侍修霊説の指南、仕草の御式を定める役職を相務めた。その後、ご大名様方、お心得に、愛なるご霊式の書き付けを差し上げるように仰せつけられ、これも書き上げて提出したところ、ご奉仕を賜り、ご門付けとお羽織を配慮した。1713年10月13日、病気により願い立て祭りて、 大井五湖症役をさめんで、大間回り役を仰せつけられたが、礼節指難役に関しては、そのまま相務めるべき胸を仰せつけられた。1729年、江戸金番を仰せつけられたが、願い立て祭り無駄養子の林星が大番を務めた。1732年9月5日八県町の屋敷にて病死。去年70歳。法名は、守る聖院、釈良寺子寺。 墓は、高知県高知市筆山林家の先祖、池田文吾は、大和国の人で、文明年中、一条防火に仕えて、死ともに、五教師と鎖国に来住したが、防火が落ち着かれたのを見届け、池田豊かとは、着死、池田正弘を残して、大和国に戻った。池田正弘は、防火に仕え、旗軍中村に居住した。正宏の着難、池田正勝は、 長蘇壁氏に仕えたが合戦で討ち死にした。正勝が討ち死にしたとき、正勝の嫡男、池田正久は、わずか7歳であったという。江戸時代に編纂された、五次中戦祖処刑図帳によると、林家の警符は、以下の通りである。ありがとうございます。